ちょこんにちは。さあ豊さん、はい、セリーグ、まあ、もう開幕して、はい、もう1ヶ月経とうとしてるんですけれども、はい、ちょっと賃金賞が起きてます。そう、賃金賞賃金賞じゃなくて賃金賞です。賃金賞、あることが逆転現象が起きてるんですよ。わかりますか豊さん、逆転現象、巨人と阪神のあれが逆転してるんです。ああそうだと、うん、まあ、阪神の課題であった、うん、まあ、エラー、そうなんです。阪神と巨人のエラー数、うん、逆転して巨人が今エラー数が現時点でなんですけれども15、うん、で阪神は一番少なくて8なんです、うん、そうなんです。あれじゃないの、阪神はもう記録員がヒットにつけちゃうんだよ、うん、もうあの、勝てないから、勝てないからみたいな、もうヒットにしちゃうみたいな、ことはないですけど、巨人っていうと、うん、やっぱり失策が、まあ、少ないっていう印象、少ないよな、はい、少ない印象あるけど、はい、今年に限り、うん、まあ、振り返りの動画も、はい、でも言ってるんだけど、はい、やっぱりジャイアンツのミスが目立つっていうふうには言ってるんだよね、はい、現在、はい、巨人は15個エラーしてるんですけど、15個の振り分けって誰が何個とかって、まあ、ちょっと坂本が多いような気がするよね。あのちょっと連続してありましたから、うん、坂本選手が今4つエラー、うん、でその次が広岡選手が2つエラー、うん、で吉川選手、ポランコ選手、大城選手、岡本選手、中田選手、小林選手、立岡選手がそれぞれ1つずつのエラー、うん、で計15と、まあ、ちょっと多いよね。多いんですよ、ね、ジャイアンツって昔からやっぱ守備は固い、はい、守りのチームというか、はい、あれだけ打つけども、はい、守りがしっかりしてるから勝てるんだなっていうふうに、はい、みんな口を揃えて言った時代もあったんだけどさ、はい、やっぱここのとこちょっと、うん、やっぱミスが目立つよね。そうですね。いや、それがさ、はい、ピッチャーが踏ん張りきれればいいんだけど、うん、それが失点につながってるからさ、すごく目立つよね、はい、まあ、阪神は、はい、結構そういう数字を残すっていうことは、うん、あのみんな頑張ってるのかな、やっぱね、そういう意識の中で多分そうだと思います、うん、やっぱりね、あの甲子園球場だし、やっぱエラーが出ちゃうっていうのが多いっていうのがあるから、もしかしたらキャンプですごくそういうとこ重点的にやってたのかもしれない、うんうん、まあ、でもね、まあ、疲れとともに、うん、まあ、土のグラウンドだしね、はい、増えてくるとは思うけど、うん、この時点ではやっぱりよく頑張ってるよね、うん、そうですよね。でその巨人の中でやっぱエラー数が一番多いのが、はいはい、まあ、ゴールデングラブも取っている坂本選手なんですよ、うんうん、そうだね。これはどうして、まあ4月だけでもこんな数になっちゃってるんですか。坂本の守備っていうのはさ、はい、身長が186あるんだよね、はい、すごく大きいショートなんだよ、はい、それで俊敏に動かすっていうのはすごく大変だったんだよ、うん、はい、でもそれは脚力があったから、うん、腰の強さとか膝の強さがあったから、まあ、できた守備なんだよね、はい、だけど最近見てると今年特にそうなんだけど、膝が高いね。膝が高い、腰ではより膝の方が目立ちますか。うん、膝、あ、まあ、例えば、はい、目線を変えない、スタートカーンと打たれた時に目線を変えないところでこう構えなきゃいけないんだけど、はい、目線が変わっちゃう、まずスタートの時に、はい、これが浮いちゃう。ああ膝が、うん、これはね、やっぱ体がしんどいんだと思うの。あ、うん、だから膝がちょっと浮くんだよね、はい、だそのまま取りに行って低くしようとしたら、うん、高いまま低く状態をしようとしたらどうする、うん、あの前のめりというか、ちょっとだから目をこう低くしようとするでしょ、はい、そしたらかぶってくるんだよ。あの上半身がですね。そうそうそう、そしたらさばきができなくなるんだよ、変化に弱くなるんだよ。うん、やっぱここの胸っていうのはしっかり膝を落として、この胸の状態っていうのは、はい、こう動かないようにこう取りに行くんだけど、はい、だから変化してもこう取れるんだけど、はい、状態が被るとやっぱり変化にすごく怖いしさ、はい、変化に弱くなるんだよ。これもし今ちょっと引きでなんか取れたりするもんですかね、豊さんが例えば膝をしっかり曲げて取った時と、うん、状態が浮いて取った時のちょっとなんか、うん、いやだから、はい、まあ、例えば、はい、こうやってこうかぶるだけなんだよ、かぶ、うんうん、るんだよ、はい、だからこれ膝を落とせば、あ、かぶらない、かぶらないでしょ。この違いだから、この違いと、はい、やっぱ三遊間で送球ミスしてるっていうのは、うん、こう膝って曲がってるよね、はい、こうやって甲子園の時でも
ずっと滑りながら止まって投げる、うん、この膝が立ってたら下半身って使えるか、投げるときに使えないです。あの、ちょっと滑っていっちゃったりとかしない。そうだろう、はい、だからこう曲げて滑らさなきゃいけないんだよ、はい、これには相当膝に負担がかかるんだよ、はい、でもそれをやらないとこう止まったときにこの蹴りで投げれないんだよ。ああ、そうすると悪送球になってしまったりとか。そうそう、そしたらこうやってあそこから縦振りっていうのはできないから横振りで投げなきゃいけないんだけど、はい、横振りになると上体の力だけで投げちゃうから送球がブレるんだよ。あ、じゃあ膝から来てることは、俺は膝から来てると思うし、体の中心ってどこだ、おへそとか、へそだよな、はい、へそなんだよ、へそで取りに行くような形じゃないと、はい、で上体がかぶるとへそは下向くよね、うん、じゃなくてボールに向けてる感じ、へそは、はい、そういうふうな形で取りに行かないとエラーは増えるだろうな。あの、確か今シーズンキャンプかなんかの時に、あの宮本慎也さんが何かでその坂本選手今年やばいぞ、うん、エラーとかなんか今年本当危機だぞっておっしゃってて、うん、それなんか坂本選手がすぐ宮本さんに電話して、うんうん、僕のどこがいけないんですかって言ったら、やっぱりその状態が低くなってなくて高くなってしまって、うん、あ、それ言ってた、はい、言ってました。だからやっぱそれにつながって、あ、それは俺見てないんだけど、はい、俺も感じる、そうやって状態の高さってことですよね、うん、だからもう一度ね、そらね、森内ね、はい、言うけど、うん、20歳ぐらいの時から、はい、ずっとショートを守り続けてるわけでしょ、はい、相当来てるよ体に。そらね、ショートってね半端なくきついから、まあ、豊さんもセカンドショートされてたので、ね、こうは分かるけど、はい、ショートのあの精神的なプレッシャーだとか、はい、ね、体力的な疲労度、はい、半端なく来るよ。その中であの成績を残してる、はい、だから今の守備につながったことを、はい、俺は責められないんだよ。でもショート坂本っていうのをまだまだ長く見たいとすれば、はい、うん、はい、もう一度鍛え直した方がいいな、膝を。膝を例えば鍛え直すっていうのはどういうトレーニングとかどういうことですか？やっぱりこうウエイトトレーニングで、あ、足の、あ、 足とか、はい、そういう強度をつけた方がいいね。あ、分かってると思うんだよ坂本も、うんうん、まあ分かってないのかな、宮本に電話するぐらいだから、うん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 、だけど確実に高くなってる。これはやっぱ体がね、もう悲鳴を上げてて体が耐えきれなくなってるっていうふうに思った方がいい。これはじゃあ例えばどっかにコンバートするっていうか、あれもいいんですか、体のことを考えると。いや、それはもう、それはもちろんそれも考えてると思うよ、吉野陣は、はい、でも俺はショート坂本を1日でも長く見たいよ、うん、やっぱね、内野手の花形だもんショートって。そうですよね、花形選手がコンバートしたら、うん、もう引退がささやかれるよ。あ、それ寂しいですね。いや、だからだけど俺は坂本に3000本打ってほしいし、はい、そういう期待を持って見てるからね、うんうん、1日でも長くショートをやってほしい、うん、それにはやっぱり膝をちょっと鍛え直したりとか、それとやっぱ受け方があるよね、ボールの受け方ですか。いや、だから練習の時ってプレッシャーも何にもないじゃない、はい、だから簡単にさばけるんだよ、うん、ね、だからその状態が少し高くても、はい、ね、そんなにあれなんだよね、うんうん、はい、で人工芝ではまだ守れると思う、はい、でも土のグラウンドに行くと、うん、膝が高いともう致命的になるから。あ、そんな顕著なんですね。いや、顕著だから人工芝はうまくても、はい、土のグラウンドは下手くそっていうのは多いからね。ただ、うん、阪神で見ると、まあ、失策今あのリーグで一番少ないんですけれども、うん、それでもやっぱり中野選手が3つっていうのはやっぱショートじゃないですか、うん、いや、まあ、ショートは大変だよ。そうですよね、うん、守備範囲が大変なのと、やっぱすぐ疲労度が来る、うんうん、だからまあセカンドに大畑とか使ってるけどね今、はい、まあ、そういう関係で減ってるのかもわからないし、うん、マルテがファーストに入ってない、はい、入ってないから守備がいいのかもわからないし、はい、まあ、ただやっぱり自分たちの意識の中で、うん、エラーで試合を失ってるっていう意識がやっぱ強かったんだろうね、うん、だからそういう意識が、うん、まあ、失策数の数を減らしているということになるんだろうけども、はい、でもやっぱ坂本は、うん、いや本当にもう一度守備をやらないとダメになってくる、ね、今年いきなり来たものなのか、それとももう徐々に、いや徐々には来てるよ、徐々には感じてたけど、
やっぱ技術があるからごまかせるし、うん、球際は強い選手だったんだけど、はい、でも状態が被るようになったら球際はね強くなれない。これからも今後もまあ膝が浮いててその状態被るようなことが続くとやっぱり今後も失策って増えてきてしまいますか？増える。だからまあ例えば言えば西武の石毛さんがね、はい、やっぱり膝を壊したんだよ、うん、ね、で抜群のショートだったんだよね、はい、だけどやっぱ膝を機にやっぱサードにコンバートされたりだとかさ、うん、やっぱ膝ってすごく大切なんだよね、はい、で石毛さんも多分膝を壊してから状態に膝に負荷をかけれなくなった守備をしたと思うんだよ、はい、それを見てすぐサードにコンバート多分されたと思うんだよね、はい、だから坂本はまだ壊すまでは行ってないと思うんだよね、うんうんうん、だから今のうちにやったら絶対取り戻せるから、はい、まあ、やってほしいなと思う、ね、そうです ね、うん、ね坂本おじさんもそうですけど全国のやっぱり坂本選手ファンの方もそうですしやっぱり一日でも長くそのショート坂本選手っていうのを見たいっていう、いや見たいよな、ね、うん、これが3000本ショートで打ったとしたら、はい、鉄人どころの騒ぎじゃなくなるよ。これこそ本当ね野球史に残るというか、いやもう残ってるけどね、まあ、もう残ってるけど、はい、やっぱり一日でも長く、はい、でショートを守り続けて、俺ショート の、 坂本の姿って大好きなんだよね。華麗なこれがセカンドだったら俺坂本龍一さんにはなってないから、うん、あ、そうなんですか。そう、多分ショート坂本だから俺は応援を続けるという、うん、ね、はい、じゃあ1日でも長くね本当にショートを坂本選手を見られるように、坂本選手にもちょっとエールをね、うん、だから簡単なことなんだよ、うん、でも簡単なことだけど体が悲鳴を上げてるから、うん、多分できない状態になってる、うん、だからもう一度体やれ、ね、そうですね、はいはい、頑張れ坂本、はい。